葉の匂いがする。お姉ちゃんにも見せてあげたかったな。あたしの双葉に花火なら遠くからでもきっと見えるよ。それじゃ帰ろうか。そうだね。なんだろうね。なんだろう、気になるね。怖い。待って、お兄ちゃん。どうしたんですか？君ら、もう家に帰った方がいいよ。なんかね、人が死んでるみたいなんだ。
警察は救急車も。しちゃった。本当にはぐれちゃったらどうしようって。死んだりなんかしたのかな。
お兄ちゃん。私のこと昨日着替えさせたでしょう。しないわよ、そんなこと。そのままにしていてくれてよかったのに。もうちゃんとシャワーも浴びて着替え終わってます。もういいけど。食欲が湧かなくて、そこまでじゃないから。お兄ちゃんは大丈夫なの？おはよう。ちょっと寝過ごしちゃった。今も眠い。ダメかも。カズハちゃんたちはどうしたんだろうね。やっぱり寝坊？騒ぎすぎは良くないね。そうですね。ちょっと保健室で休んでくる。横になってれば。
安ニュイな感じ。いや、サンデーはみんなのアイドルですから。堂々と寝ないだけでも偉いよね、私って。朝にお風呂入るなんてあんまりしないんだけど、今朝はした。うん。脳がもろもろになってる感じ。もろもろって崩れるの。知ってる？鍋に水を張ります。豆腐を入れます。トンテンカンと鍋をトンカチで叩くと豆腐がもろもろ崩れるんだよ。どっかでご飯でも食べる？